カツ丼食べ比べたくさん見ていただいて本当ありがとうございました。で、その時にね、いろいろ情報をいただいたりして、追加で6つカツ丼食べてきました。ご覧ください。ホットモットのカツ丼うまいですよって話聞いてやってきました。ホットモット、すごい並んでますね。店内に入ってもすごい人です。カツ丼とミニうどんで660円でな、安いですよね。まあこの安さは魅力なんでしょうかね。すぐ近くに坂本町公園っていうのがあるんで、そのベンチで食べることにします。うどんとカツ丼でね、うどんの蓋見たらね、なんかお湯入れてくれって書いてあって、あ、これオフィスに持って帰るの前提なんやなって思ったんですけど、もう仕方ないで冷たいまま食べることにします。七味もかけます。カツはこんな感じでね、汁気吸ってふにゃっとなってますね。で、早速一口食べます。まあ、とんかつのまんはね、分厚くてね、程よく噛み応えがあってね、美味しいです。で、つゆはね、ちょっと甘めでご飯全体まぶってる感じです。で、ご飯もね、ふやけてつゆはないんですけど、これはまだあったかいですね。やっぱ発泡スチロールってすごい保温力ですよね。このたくあんもちょっと見えてますけど、これも美味しそうですよね。ベンチに座って食うのがね、しんどいんで、ベンチの横にしゃがんで食うことにしました。なんか道行く人の視線がね、痛く感じたのはね、気のせいですかね。これなかなかね、このカツ丼美味しいんです。ね、うどんに濃縮つゆかけて冷たいまま食っていきます。これはこれでなかなかね、うまかったですよ。程よいコシがあってね、良かったです。で、カツ丼のカロリーは944キロカロリーで、塩分 4.3 グラムです。綺麗に食べました。ご飯も程よい硬さで良かったですね。飲むもんがないんで濃いつゆ飲みます。美味しかったです。ごちそうさまでした。坂本町公園にはね、ござの置き場があって、これ持って行って、めいめいに敷いて休んだり、弁当食べたりしてるんですね。これ最初に気づいといてよかったですね。南船橋にやってきました。カツアンというお店がね、あるんですよね。駅からはね、10分以上歩きましたね。で、ララポート通り過ぎてありました、カツアン。もう完全に郊外型の店で、もう車前提みたいな感じです。店内ね、大きいんですよね。で、まあどこに座ってもええよということで、まあ4人掛けのテーブルに座ります。注文はタブレットです。カツ丼単品550円でね、安いですよね、これ。メニューも豊富ですね。とんかつ定食からカレーもあります。まあ、エビフライとかね。で、調味料も豊富です。楽しいですよね。で、やってきました、カツ丼。なかなか見た目うまそうですよね。結構ね、これ分厚いですよね、一個がね。つゆはね、ほとんどないですよね。こう、斜めにしたらじわっと滲む感じです。で、一口食ってみます。パン粉がね、なんか独特の味やなと思いました。いや、美味しいんですよ。美味しいんですけど、なんかトーストみたいなね、独特の味やなと思って。で、肉は噛み応えがあって美味しいです。脂身もね、程よい感じでついてます。で、つゆがね、めっちゃ甘いですよね、これね。丼持ってる手もね、ベタベタ、ベタベタってしてくる感じで。なかなか甘かったですね。実際ね、食ってる最中、中身吹きましたけどね。で、あと、ご飯がね、めちゃめちゃ熱いです。結構柔らかめでしたね。で、カロリーはね、調べたけど分からなかったです。塩分も。で、ここで七味かけていきます。このね、甘い味とね、七味がよく合いましたね。綺麗に食べました。美味しかったです。ごちそうさまでした。今度は葛西にやってきました。トンカラ亭っていうのが駅の商店街の中にあるんですね。で、店の中にはね、U 字型カウンターがあるんです。あ、これ、食品サンプル。
で、U 字型カウンターになってて、まあちょっとでかい店なんですけど、端っこがね、たまたま空いててね、これラッキーですね。これ撮影しやすいんですよね。で、注文はタブレットです。カツ丼並盛り630円ですね。で、メニューはもう結構ありますよ。そばまであるんですよね。これすごいですよね。かなり豊富です。で、水はセルフ。で、このカレーかけ放題っていうのはすごい気になるんですけどね。で、えらい重心の高い丼でやってきました。カツ丼。まあ、こんな感じで、まあ、程よく分厚いですね。これ、こんな感じ。水場乗ってます。脂身はそんな感じなかったですよね。で、つゆはね、若干多いかなっていう、まあ、そこに滲んでる感じです。で、一口食べます。うん、噛み応えがあってね、美味しいですね。つゆはね、甘すぎないんですけど、ちょっと塩気が強かったように思います。で、カロリーは1216で、塩分 4.8g。まあまあですね。なかなかね、美味しかったですよ。で、ここで七味登場。でね、垂直にね、掘削するみたいにね、食っていきます。綺麗に食べました。で、ちなみにカレーかけ放題なんですけど、店内にポットがあってね、そっから取るんです。で、ミンチのカレーで、肉の出汁感はちょっと薄かったですね。子供が喜ぶんじゃないですかね、これ。辛みは全然ないんですけど、ポットの横にスパイス置いてあるんで、まあ、それかけてくださいっていう感じです。美味しかったです。ごちそうさまでした。今度は勝谷に来ました。通達ができるっていうのを聞いてね、やってきたんですね。で、あと前回食べた梅より竹の方がバランスがいいっていう話もあったんで、まあちょっと豚汁の代もちょっと食ってみたかったのもあって、まあいろいろあってきたんです。とね、カツ丼の竹通達と、豚汁代。代お願いします。はい、やってきました、カツ丼。見た目からうまそうですよね。で、豚汁はね、器はでかいんですけど、前に食べた豚汁小みたいな具材ぎっしり感はなかったです。まあ、豚カツはね、さすがに梅の 80g からね、120g に増えてるんで、でかいですね。食べ応えありそうです。で、つゆだく頼みましたんでね、つゆだく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 っていう感じで、もう非常に嬉しい。もうこういうの。で、早速一口いきます。これね、揚がってからね、揚げたてをね、手早く作ってるんでね、結構手早く作ってるんで、このとんかつのサクッとした感じが残ってますね。パン粉もね、美味しいですね。まあ、つゆはまあ、程よい甘さというか、まあ、甘すぎず、辛すぎずという。ね、上から見たらね、結構つゆがね、滲んでますね。まあ、ダクダクですからね、やっぱり。で、カロリーは1212キロカロリーで、塩分はちょっとわからなかったですね。豚汁は182キロカロリーでした。まあ、やっぱ、つゆだくうまいですよね。で、この、つぼ漬けも取ります。これもうまいです。で、七味かけてね。まあ、ほんで、ちょっと早送りして、見ていきます。綺麗に食べました。美味しかったです。ごちそうさまでした。今度は新橋です。朝早くに松の屋に来ました。前回ね、ちょっと思わずね、欲に怒られて上カツ丼食ってしまったんで、波の方がどんなんかっていうのを食べようと思ってきたんですね。で、松の屋は駅からちょっと離れてます。この超厚切りっていうこのポスター気になりますね。新橋の松の屋も5時からやってるんですね。すごいですよね。で、カツ丼並630円を注文します。
水はセルフ。来ました、カツ丼。結構大きいですね。味噌汁はね、松屋の味噌汁と同じでした。カツも分厚いですよね。で、上から見るとね、卵ほどよい半熟具合に見えるんですけど、結構下の方固まってましたね。つゆはないですね。じわっと滲んでくる感じで。こんな感じ。斜めにしたらじわっと滲んでくる感じです。で、まず一口いきます。ここの松の屋のとんかつって、なんかガリッとした歯応えなんですよね。で、肉の方はね、上ロースカツ丼みたいな噛み応えなくて、なんかふにゃふにゃって柔らかい感じでしたね。で、これ卵、なんか箸に刺さってますけども、下の方完全に固まってますね。ちょっと時間かけすぎたんでしょうか。で、カロリーはね、1068キロカロリーで塩分 5.8 グラム。なかなかのもんですね、これね。綺麗に食べました。サービス券もらいました。美味しかったです。ごちそうさまでした。七味かけの忘れてました。富士そば秋葉原電気街口店にやってきました。お目当ては贅沢幸せカツ丼980円です。食券を買います。水はセルフですね。もうカツ丼ね、すぐできたんですよ。1分ぐらいできましたね。で、金色の丼に入ってて面白いですよね、これ。ね、とんかつがでかいですね。で、つゆはご覧の通りで、まあ、ほとんどなくて、ちょこっと滲んでるような感じですね、そこの方にね。で、汁物はこれ横についてますけど、これはそばのかけつゆが入ってるんですよね。で、店内すごい音量で演歌かかってるんで、こっからカットして別のお店の音を流します。で、このカツ丼のとんかつね、揚げ焼きを煮た感じで、熱々ではないですね。なので、あんまりちょっとこう、嬉しさがこう出てこないというか。で、カロリーと塩分はね、ちょっとわからなかったですね。で、この贅沢カツ丼はね、秋葉原電気街口店はじめ、まあ、限られたお店しかないそうで、まあ、とんかつが大きいのが特徴ということです。ね、ご飯がね、ちょっとね、妙な芯の残り方しててね、まあ残念ながらあんまりね、楽しい食感ではなかったですね。まあどっちか言うたらね、普通のカツ丼の方が好きでしたね。ね、七味かけます。まあでもなんだかんだ言ってね、まあ楽しく食べましたけど。綺麗に食べました。あ、限定メニューね、食べられて本当良かったです。ごちそうさまでした。結果発表っていうほどでもないんですけど、まあ振り返りです。まあほっともっとね、550円のカツ丼うまかったですね。550円にしてはもうなかなかね、美味しかった。たくあんもついてて楽しかったですね。うどんがね、なかなか良かったです。で、カツアン。甘々でね、これびっくりしましたけど、めちゃめちゃご飯が熱い。でもこれも結構印象的でしたけどね。甘い食べ物ってあんまり食べないんですけど、これなかなか良かったですね。で、トンカラテ。メニューの多さがびっくりしましたね。で、カレーかけ放題で趣向も面白いと思いました。で、カツヤ。通学は楽しかったです。安定の味っていう感じですね。松の屋。
波はちょっと肉がね柔らかかったですよね。あの上ロースカツ丼と肉の種類がちゃうんでしょうね、やっぱり。富士そば、ちょっと期待が先行しすぎたんでしょうかね。まあちょっと思ってたんとは違った感じでした。でまあ順位決めるっていうほどでもないんですけどね。まああの勝谷のカツ丼でつゆだくっていうのはね、やっぱり楽しかったですね。であのカツアンのね甘々カツ丼も結構うまかったんですよね。でとんからてカレーかけ放題とかね、メニューの豊富なんか面白かったです。おめでとうございます。おまけ、関東民鉄スタンプラシー開催中。葛西の駅にね、こんなスタンプラリーのポスターが貼ってありましてね。で、端っこから見てるとね、いろんな鉄道会社があってね、面白いですよね。まあ、乗ったこともあるやつもあるし、全然もう名前も知らないやつもありますけど。江ノ島電鉄、これはちょっと乗ったことあるかな。まあ、いろいろありますね、ほんと。銚子電鉄ってなんか濡れおかきで有名なやつですかね。この秩父鉄道って SL 持ってんすか、これ。すごいですね。これはすごいな。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もお願いします。